はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は3時25分、ねえー3時 <laughs> あー、3月25日、18時29分です、ね。まもなく、ね、18時半になろうとしております。今日おじいね、あのーまあ、午後ちょっとバタバタしてたんでね、うん、今日はもう午前中一緒のライブ配信してのね、ね でまあ、そのあに t e a c a ずっと配信してねそれでまあ、お出かけして帰ってきてであの今日はステージアライブでねコ雨メちゃんねあの例のコ雨メちゃん西山コ雨メちゃんあのコ雨メちゃんが FM 日立のねあのミュージックドリーム、ねえっと、16時から18時までね2時間の放送やってます。 ね、FM 日立、だからあのローカル放送なんでね、あのステージアライブの生配信で、そのスタジオからね、あの収録、収録っていうか、生配信でね、うん、生番組をそのままあの配信してくれてるっていうね、あの今日おじい、久々にね、見に行ってみました、西山こさめちゃんね、うん、あのこさめちゃん、知らない方はね、えっとまあ、過去の動画でも作ったけどね、あのこうやって、ね、元気なおじいへって、こう、頂いてます。 おさめちゃんねあのステージアライブの時にね、よいしょ、ほら、これね、いただいたんだよね、うん、いつも優しい、ね面白いおじいが大好きです、ね、いつもありがとうございますってね、買って、あのおじいの不思議コーヒーってね、お歌、作ってくれてね、あのおじいのおかげでね、この歌ができましたってことで、であの送ってくれました、またね。 でまあ、そんなコサメちゃん、まあ、どんな感じのコサメちゃんってコサメちゃんね、よしちょっと、コサメちゃんお、おじい作ったんだけどね、そう、忘れた頃に贈りようとして,てね、<laughs> ここにあるんだね、コサメちゃんこんな感じ、こんな感じのコサメちゃんね、これにおじいあの自作でね、マグカップでも作ってあの、忘れた頃に送ってあげようと思ってね、うん、もうそろそろ忘れた頃から <laughs>、ね、これね、てろてろってこう3色あるから。 よいしょこれはね、コサミさんにそのうち送ろうかなと思って。よいしょ、ね。ありがとうね、コサミさん。ん。今日はね、そのまあ、ラジオでね、まあ、ステージライブの配信の方でね、あのーまあ、コメントは拾ってもらったんだけど、なんと嬉しいことに、ね、FM 人たちにメールでほらファックスしなくて、メールでいろいろね、お便り受け付けてるんだよね。でね、あのー、いつものハンドルネーム。 いつものハンドルネームって言うとね、おじいはあのこのマナちゃん、ね、このマナちゃんも実は FM 久しの第2週目がマナちゃんで、で第4週目がコサメちゃんなんだよ、パーソナリティがね。で、このまあマナちゃんを知らない方ね、おじいがあのこのライブ配信をやるきっかけになった方ですからね。テレビで あのめざましテレビの「ここ知ら」ってコーナーで「ツーキャス」って知ってますかっていうねまあそのコーナーでマナ、ま、ちゃんが紹介されてたでそんなアプリがあるんだってことであのその当時ねネクサス7持ってて2012年のバージョン最初のねで近い道がなくて置いてあったんでインストールして見始めたのがマナ、ま、ちゃんねよいしょでこのマナちゃんの最初ねこのねマナ、ま、ちゃんステッカーっていうのがあってね、うん、これが 元気なおじいの絵の元になってるの、見ると似てるでしょ、ほら。ね。あのお目目書いて、口書いて、ぴょーんしって。ね <laughs> あの。実は元気なおじいのシャムデのマークは、これ、マナちゃんなんだね。だでも気がつかないんだけど。それで、あのこのマナちゃんの FM ひたしの,あのミュージックドリームのときにもね、おじいあの、採用されたことがあるんだよ。一発目のラジオ配信のときにね。 ハンドルネーム、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビでね、送ったんだよ。そしたら、あのそれがねあの、ラジオの方がほらいろいろ来る中でね、これで内容を見て決めてくれるでしょ。ほじゃあね、惜しいのやつをね、はい、次これって渡されてね、でま菜ちゃんが渡されたのを読むんだよ。で、本当にね、あの FM たしぶりの方がね、惜しいのやつ拾ってくれたんだけど、<laughs> ま菜ちゃんは面白かったんだよね。 えと次のやったら、え、これって言って、カーテンでね、えー、ハンドルネーム、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビさんって言ってねえ、え、すごいね、な。って感じれて、<laughs> えー、私これ言えるんですね、とかしてね、得意なんだって言ってね、何回でも言えるよってね、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビて、ね、って言ですごいって言ってね、笑っちゃったんだけどね、ほんとね。で あの同じハンドルネームで、あのまあ、もうこれ、昔の話だからね、それ本当に昔、もう何年ぐらい昔、おじい、追加しやってる頃だからね、あのもう5年前の話かな、うん、あのま菜ちゃんが、ね、まだ高校生だった頃だからね、FM 日立ち、ねまあ、今もやってるけど、すごいね。で、本当、ね、あの5年ぶりぐらいに、ハンドルネーム、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビで、コさめちゃんに、ね、あの今日のテーマは、 旅だったんだよ旅だよ旅からねその旅のそに関わるあのお便りをしたんだよねでねその内容がねえっ、ー、とねここに書いてあるんだよね、うん、聞くねえっ、ー、とねペンネームアブリカルビアブリカルビアブリカルビ、ね、これがねコサめちゃんがね早口で言えないんだよペンネームアブリカルビアブリカルビ アメリカで見てねいっぱい突っ込まれてるんだけど言えないでますってねホント「風、ね、みちゃんのラジオ楽しんでます」ね、音本マークつけてね「まあ、自分は暖かい時期になると伊豆方面にプチ旅をします」「特に下田の海岸は沖縄のようにきれいで小さくて可愛かわいいアドカリさんが無数にいるスポットもあるんですよ」ね、旅にに行く時には必ず コーヒー見ると、お豆を持っていきます。素敵な旅先で、コーヒーをドリップして飲むのが、最高ですよ。青い空、白い雲。波の音を耳にしながら。海鳥が舞い、可愛いアドカルシャも、たくさん捕まえては、砂浜の上で。どこが一番海に帰れるかって、夢中になっていると、時間は、あっという間に流れてしまいますよ。小雨ちゃんも、思いつきで、プチ旅に行ってみては。 これからも応援していますよ。ではでは、頑張ってねってね、あのこの内容で送ったんだね。ほ、うんとはねあの、読んでくれましたね。うん、これ、どういう選び方なのかなこれは、この一覧の中にある中から、なんかあれなのかなこうスタッフさんが候補ってこうやるのかなね。あの本当ね、偶然なんだけどもね、FM 人たちとおじいと相性がいいようでね、本当一発目の投稿、採用されたらね。 おおまさかねあの、おじいもね、帰ってきてね、一発目から聞けなかったんだよ、もう帰ってきたらもうあの時間過ぎてたんでね、30分ぐらいしたからかな、1時間半ぐらい聞いてたのかな、また一発目におじいのコーヒーかけたんだって、終わったあとね、おじいってね、久しぶりーって、一発目におじいのコーヒーかけたんだよって、そうだったんだーって感じでね、本当、ねえっと、こさめちゃんね、あしゃ、こんな感じでね。 しゃに出そうと思ってね忘れちゃった FM ひたちおや80.2メガヘルツおじいもツイッターでねあの拡散しておりましたほんとかわいい子でしょうほんとね,、まあ、本当ねあのステージアライブにおじいがいた時もねャメちゃんが接属配信でねやっぱ入ってきて でねあの本当に唯一ね、おじい、遊び行くとね、小雨ちゃんがおじいのとこね、汗聞いててくれたりなんかしてね、んとコメントくれて、すごいでしょ、小雨ちゃん来てくれるなんて。ねでね、あのおじい、ステージアライブの一番最初のイベントで優勝してね、あのスーパースターコンテストっていうので、スーパースターの称号をもらったんだよね。ほんとね、小雨ちゃんだけだよ、本当に、あのこんな配信やってるのにね。あといえいえ 元気なおじいさん、ね、スーパースターのレジェンドですからってね、<laughs> おじい、レジェンドなんて言葉初めて聞いたよ、本当、レジェンドって何だろうなってググっちゃったよ、ああ、レジェンドなんだってね、本当ね、コさめちゃん、ありがとうっていうかね、なんてこの子はいい子なんだと思ってね、本当。まあ、そんなわけでね、あのこのね、小さめちゃんとあのまなちゃん、ね、結構仲良し、悔し マナ、ねま、ちゃんのライブにね「こしゃみちゃんがあの出たこともあるんだよ」なんてねブッダちゃんから聞いてね「そうなんだ」ってってね「ほ、まあ、本当にねあの仲良し恋しでございますね」ねやっぱいろんなつながりがあるんだよね本当ねでもこしゃみちゃんはそんなこと知らないからね今日も、あのー「読、ね、んでくれてありがとう」っつってねあれあれ「あれおじいじゃないよね <laughs>」って言うから「いやあれおじいなんだよ <laughs>」そうなんだ」っつってね マ菜ちゃんはあの早口言葉、ね、もっと早くうまく言えてたよって「マ菜ちゃん知ってるな」<laughs> おじいのサメで「愛菜ちゃんなんだよ」<laughs> ねまあ知る人ぞ知るっていうね今日は本当なんかやっぱねほんわかしたね久しぶりにねなんかちょっとだいぶ前にタイムスリップしたような ね、まだ小シちゃんとね、ステージアライブであの絡んでたのがね、まだ半年ぐらい前までなんだよね、本当に。うん、9月の20日まではステージアライブにいたんでね、ちょうどその20日の日もね、コシャミちゃんのとこに遊び行ってるんでね、それからあの一緒なュに移って、もうちょうど、ね、半年ゃったわけで、ね、早いもんだよね、本当ね。でもそこからはるかにまた、あのずっと前にね、ったときのようなね、 なんかあの夢中になってねそのラ,ジオラジオ配信を聞いてねであの洗濯物を取り込み忘れないようにってね洗濯物を取り込みながら iPhone にスピーカーをつけてねあのでセッティングしてで聞きながら洗濯物を畳みながらずっとあの作業してたんだけどねいやなんかね懐かしいな。リスナーに こうしてね何かしてるのって最近自分の中でなかったかなと思ってこう今日もそうなんだけど洗濯,も洗濯しながらとか洗濯物を干す時って大体配信者側なんだよね配信してるんだよねだリらナー側でねそうやってやってるのうんなんか久しぶりと思ってでお便り出したけど読まれるかなどうかなっていうのがね あの40分ぐらいして読まれたのね4 5 0分ぐらいで「<laughs> 来た!」と思って、ね、写真を出してからねあのいろんな会話があってあの曲があってお便りがあって会話があってってねあのこういう流れになってるんでね、うん、あやっぱ無理だよねと思ったけど「来た!」と思って。<laughs> ペンネームアメリカルビアアフリカルビアフリカルビさんってねそこで盛り上がってくれたので本当ね,ね来たよーしってなんて偶然なんだろうってね FM ひたちで、あのー、2回も採用されちゃったよってねもうびっくり本当ね嬉しいね、うん、なんかこう心躍ったのがね久しぶりだなと思ってでそんな中ねおじいちょっとねあのー、うん どこだっけだな、んかコメント、最近ね、おじいの YouTube でね、ね、おじいコメント拾ってくれてありがとうとかね、言ってくれる人いるんだけれども、ね、いや、こんなおじいコメント拾ってもらってありがたいのと思ったけど、いや、なんかあの、そうなってんのかなと思ってね、うん、こうやってやっぱ配信してる側からしても、ね、そんなつもりもまだないんでね、皆さんと同じところにいるんで。 読んでくれてありがとうとか、採用してくれてありがとうって、なんかピンとこないんだけど、でもそういう、あの、あれからこう、見てくれてる人もいるんだなと思ってね、うん、なんかちょっと嬉しくなっちゃうね、なんかね、ニヤっていう感じで。<laughs> ね、いや、なんか今日はね、まったりしたな、本当、うんそう、あのー、それでね、 今日はあの、まあ、動画もあるんだけれどもね、おじいはあの非公開動画、非公開というかね,あの、うん、とね、非公開じゃなくて限定公開の動画というのがね、ぽちゅぽちゅあるんだよね。でね、まあ、今回はこのパン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 のとことかね、ちょっと貼っとこうかな。あの今日はね、一緒なライブの生配信とかも。 やったんだけどもね。その大ちゃんが来てね。で、大ちゃんがシェジャー静寂ライブのあのゲームのね。専属配信者やってたんであそうだったのってね。で、あのー、ね、あのー、時給がなくなっちゃったんだよ。ってね。ギフトだけになったんでってね。やめちゃったって,言って。あそうなのって,言ってね。で、ちょっとね。そこら辺のね。あのー、お話になっちゃったんであちょっとこれ一般公開できねえなと思って。 うんまあ、あのし知らない世界なんでねみんなにねだから、あのー、あでもちょっと内容が内容だなと思ったんだね、まあ、そこの内容とかはこれは非公開えー、っとねあれどこ行っちゃったよいしょちょっと待ってね,ねこれね、まあ、おじいの非公開動画これ非公開ってところのフォルダでも作っとこうかな、ね、日曜日の平和なひととき一7ライブにねリスナーさんがいる珍しい日,珍しい日ってことだよね き今日は本当、大ちゃんとか来てくれたんでね、そんな感じで、ああ一緒なライブ、人がいたんでね、珍しいなと思って、録画しながらやっておりました。これは、どっちかというと、こんな感じで過ごしてるんだよっていうね、おじいのちょっと違った角度からね見てみたい方はどうかなっていう感じでね。でもう一個、これはね、昨日これもね、非公開ですし、これもね。 でこれは、枝ちゃんとかに見つかったね、これね。大ちゃんのコメントのところにね、リプでね、イちゃん、これ見てねって感じで、アップしといたんだけどもね。なので、これもあのまあ公開する必要もないかなと思って、イちゃんに見てもらえばいいかなと思ってね、あ,いいあのコメントのところから <laughs> 言った方がいたようでね、これもね、なんかアクセスちょっとある、41アクセスもあるんで、おじいが5、6回ぐらい編集してるんでね、 ま30人ぐらいは見たのかなと思ってね、びっくりだよね、意外とね。で、これもあるし、まあ、あとね、うんまあ、最初で最後です、元気のないおじい、これはね、あのこれもね、やっぱ何50人ぐらい見てるのかな、大福ビンタさんがね、うん、あの聞いちゃった時にね、悲しくてね、本当、元気のないおじいの飲み配信とかね、これもあの限定公開でね、全部ほら、ロック画面でね、あります。 まあ、あとはねうん、そうだな、面白いものといったらね、おも,おも面白いものっていうかねあの、プチンプリンを一口で食べる動画があって、であのそれねあの、1回目が失敗であの2回目が、2回目が成功したんだかな、確かねで、確かそこでの動画ね、消しちゃったんだよね。であの1回目の 動画、ねうん、これあの非公開でねいやあの <laughs> 記念に撮っといたんだけどね <laughs> これはね <laughs> まあちょっとあの某,某事情がありましてねあの限定公開なんだけどもね、まあ、今見ると面白かったんでね見たいなと思う方はねあのこ,こ,ここら辺のこれがねこう順番に入れ替えるところから最後のパンパンパパンからね見て頂ければなと思います。 まあ,あとはまあ非公開というとね一緒なライブのことについてね話をしていた動画は怒られたのであの全部非公開とかね <laughs> まあいろいろあるんだよ大人の自情ってやつがね、うん、はいそんな感じでね今日はあの大した動画はしてくれなかったんだけどもやっぱまったり本当 でまあ、今日はみんなねこう、まあ、アクセスもなければコメントも少ねえなって感じで、ね、あの春だねって感じでみんな桜の時期だからねみんな桜見に行ってるんだよそうかそんな時期かって感じでね春うらら、ね、そんなこんなの元気なおじいの一日でしたはあお腹空いた今日はねあの前使ったシチュー半分と カレー半分余ってたから両方ごちゃっと入れて作ろうかなと思って今ご飯作ってる最中、うんね、今日もまたあのご飯食べちゃおうかなと思ってお腹空いちゃった今日、ね、そんなわけで、えー、たばやもない雑談話でした、ね、小雨ち,、ねまあ、ちゃん小雨ちゃんおじいのこういうの知らないだろうけどもね、うん、ありがとねとね当ねあのー、お便り読んでくれてとってもね楽しかったです。ね <laughs> <laughs> FM ひたちのね、ミジックドリームも本当楽しいんだよ、ね。興味のある方は、ね、第4日曜日、ね、第4日曜日の16時から18時までね、あのステージアライブ、コサメちゃんがもうやってる、もう上の方にいるから、目指すと思うよ、西山コサメちゃんです。ね、あのぜひぜひ、ね、応援しましょう、西山コサメちゃん、第4日曜日の夕方4時から6時までのパーソナリティです。 これからもねあの応援していきたいと思います。そんなわけでおじいでしたまたねバイバイ